はい、今回は自民党の福田達夫の東丸教会の謎の発言ということでちょっとこちらをですね、えー、考えていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います、まあ、リスナー様もこの、まあ、ニュースというか話題になっている話を、まあ、ご,ご,ご存知かと思われますがこの自民党の、ねえー、福田達夫という総務会長が、えー、何やらまた謎めいたことを言い出したので でこれっていうのは、例えば、えー、なかなか、まあ、本当のことっていうのがね、えーまあ口の、口では何とでも言えますから、言葉ではね、でたらめかもしれないことを言うんですけど、まあ、それがおかしいということを、まあ、一つずつ、まあ、分かる限りで検証していこうと思うので、えー、今回も、えー、よろしくお願いいたします。まずですね、この自民党の福田達夫の東丸教会への発言がですね、まあ、謎すぎるんですね、えー、これ、世間で大きく、まあ、注目っていうか、反感っていうか、 まあ、話題になっている話なんですが何が、えー、その、まあ、注目、反感になっているかというとここの部分だと思うんですよ、一言で言うと。この福田達夫がですね、遠、えー、丸教会に関して正直に言いますと何が問題なのか僕はよく分かんないですって。 わ,わかんないわけねえだろっていうことを多分皆さん突っ込むと思うんですけど、あのーまあそののまそマ丸教会っていうのはね、まあ日本だけでなく、世界でカルトっていうことがもう分、えー、かっていて、ですねまあ日本において、まあ、この霊,霊感商法、あるいはですねそのまあ信者からの献金、多額の献金ということで、ですね多数の被害者が出ていて、えー、ねえ、 自己破産したりする方がいたりとか自り、自丸したりする方がいたりとか、そういったまあ大きな問題で,です、ね、これ、弁護士がもうずっとあの、まあ、動いてる、まあ、案件なんですよ、それを例えばなかなか、まあそのねえーまあ、政治の力か外国の力かで抑え込まれてるという、そういった現状なんですが。 こういった大きな問題を抱えているのに、何が問題なのか僕はわからないですって、だ大丈夫ですかっていうことなんですよね。わからないわけない,な,ないじゃないかと思いますし、いや本当にわからないんだったら、政治家としてあの活動してることが単純に疑問なんですよ。そんなこともわからずに何をしてるのかっていう話で、でまあ、むすと思うんですけど、わ、まあ、からないって言ってるのはね。 まああのこの福田達夫の発言、うん、がもうわけわからないし、もう謎しか、えー、ないと思うんですよ。で、まあ、これは皆さんもご存知で、まあ、僕も何回かお伝えしたことがあるんですが、えー、まあそのカルト中のカルトであるね、その東丸教会と、えー、自民党がこのね、さまざ、あ、まな形でつながりを持っているということは、この日本の憲法である政教分離にこれ、反してるんですよ。だから、この憲法違反をしてるわけですよ、カルトと、えー、政治がつながってる、東丸教会と、えー、自民党のつ 繋がりっていうことがそうなんですがこれを知らないとまあだからとぼけてるんですよね、うん、知らないとかって知らないはずがないんですよ本当に で、さっき言いましたけど、本当に知らないんであれば、ね、政治家として何をしているのかわからないですし、まあ、おそらく知っていて、えーまあ、黙っているんだろうなということが考えられるんですよね、でそのあのこういった発言というのは、なんとでも嘘がつけるんでね、うんまあ、どうやって嘘をつけるんですが、まあえーまあ、その嘘っていうか、まあ、おかしいことをですね、えー、こう検証していくと、えー、分かったことがあるんですよ、まあ、こういったことから、まあ、本当にあの明らかにおかしいことをまあ言ってるなと思うということはですね、 この福田達夫の、えーまあ、家族の、えー、関係ですね、えー、この関係からですねこの発言がおかしいということがわかるんですよ。福田達夫の父親が福田康夫、えー、で福田達夫の祖父が福田武夫ということです福田武夫の時点でピンとくる方も多くいらっしゃると思いますが福田武夫とですね東丸教会、えー、にはですねある有名なことが分かっているんですよ。 えー、福田た武雄は、ですね、えー、東丸教会の文鮮明のことを、えー、アジアに偉大な指導者現れるとかね、えー、そんなようなことをあの言っているということが、えー、もう今となっては明らかになっているんでね、うん、その祖父が、えーね、文鮮明のことをあの偉大な指導者現れるって言ってる、その父、その息子、その孫じゃないですか、だからこれっていうのは、えーま、考え方としては、えーえー、安倍晋三と同じ構造なんですね。 あの安倍晋三の祖父である岸信介がですね文鮮明と東丸教会を日本に作ったー祖父がー東丸教会とズブズブの孫がズブズブであると福田達夫も同じです祖父の福田ー武夫がですね東丸教会とズブズブその孫である福田達夫がズブズブであるってそういうことがえ考えられるわけですよ、う。ん あの福田達夫の、えー、祖父が総理で、父も総理で、で、えー、この東丸教会に対して、えー、親しい、い、えー、べったりしているっていうことから、ですねこれ、何にも知らないとか、まあ、ないでしょって、普通に考えて、うん、と考えるのが、えー、当たり前だと思うんですよね。うん、だからあ、まあここら辺っていうのは、まあまあ、難しくもないんですけど、まあ、思うところっていうのは、いろいろありまして、この先ほど、 ちらとお伝えしましたが、安倍晋三の祖父である、えー、岸信介がですね、え、韓国から文鮮明を連れてきて、えー、東丸教会を、まあ、日本に作ったということが分かっています。ね、えー、そういった分かっていることから、も、もう、えー、明らかですが、えー、この自民党の、えー、まあ、背後にいたのがこの東丸教会という、まあ、カルト、で、隠れてカルトと、えー、ね、えー、自民党が繋がっていたっていう、その裏側の、あの、繋がりなんですね。で、皆さんもこれは、えー、思っていらっしゃるかなと思うんですが、まあ、僕は、ま、こう、思うんです。まあ。これ これはまあ僕の憶測になるんでね、えー、まあちょっとどうかなとかっていうことは思うんですが、まあ、僕はこう思ってますっていうことで、自民党、自民党って言ってますけど、自民党っていうのはもうおそらく、トーマル協会に乗っ取られてるんじゃないかって思うんですよ。だその、癒着してるとか、えー、ねその政治家が、えー、まあねその丸のなんかパーティーに行ってるとか、そんなことを言われますが、そんな、えー、まあなんていうのかな、生ぬるいことではなく、あの、 自民党というのはトーマル教会に乗っ取られている、もっと言われると自民党というのはトーマル教会の言われるがままなことをしていると、もちろんそれを肯定しているわけではないです、どちらかというと大きく否定、反対していますが、そういったことだと思います。自民党というのはまあ今、ね、もう皆さんで言う方はいないと思いますし、僕全く思いませんけど、保守でも何でもないですからね、あの外国のカルトに侵食されている、外国のカルトに言われるがままになっている、単なるまあ言うならば、売国の活 その限りを尽くしている、そのように、えー、解釈しております。そして、えー、これ何がね大きなのこの問題かというと、まあそのトーマルの トーマルの自民党の乗、まあ、っ取りと、えー、いうことがです、ね、僕たち、日本国民にもこれ大きく関係してくるそういった話を、ねえー、ここから、えー、していこうと思います。前もこの話をしたことがあるんですがこれというのは非常に、まあ、大切な、えー、話なので,、えーでまあ、お伝えしている方もいらっしゃるかもしれないんですが少数の方だと思うので、まあ、僕も、ねえー、このことについて、まあ、解釈をお伝えしていこうと思うんですがさっきあの言いましたけど自民党の議員がト、ねえーマルの,のパーティーに出ているとか 献金を受けているどうとか、あと、と丸の活動しているどうとかっていうことは、まあ、それはそうだと思います、別にそんなことも否定しません、その通りだと思います、でまあ、そういったつながりもあると思うんですが、それっていうのは、だから、えー、自民党議員個人とと丸のつながりなんですが、その個人体のつながりではなく、もっと大きいことがこれ、問題なんですよ、大きいことにあの注目する必要があるんですね。 あの日本で、えー、今ね、えーまあ、検討に入られている自民党の改憲案、あるいは改憲草案というものなんですが、この自民党の改憲案、自民党の改憲草案が、ですね東丸教会のものとそっくりであるということが、まあ、分かってるんですね。もうちょっと厳密に言うと、東丸教会の、まあ、関連である勝共連合というものとそっくりなもの、何がそっくりなのかっていうと、 日本国民がですね厳しいと感じている緊急事態条項、えー、それもそうそうれがまず1つ、あともう1つ、家族条項っていうのがあるんですが、それもそう、でその憲法9条の変更という,こうこの項目、だこういった、えー、国民にとってですね、えー、大きな、えー、まあ、注目ごと関心事、国民がですね、えー、まあ、どのように、えー、まあ、なるかという、その後が決まる、この大きな、えー、この 憲法改正、改憲案、改憲草案がですね、なんと、えー、東丸協会の言われるがまま、東丸協会のそっくりな内容を自民党の改憲案、改憲草案に盛り込まれてるっていうことです。こういったことを僕とかね、皆さんとか、その一般人が思うわけじゃないですか。えー、それをですね、この、えー、自民党の、えー、福田達夫は、えー、知らないんですかって、うん、そんなことあるわけないじゃないですかって。だからこれっていうのは口にしないだけでね。 まあこういう言い方もまあ、どうなのかなと思いますけどね、え福田達夫というのは心の中でね、うん、僕はあの全部のことを知ってますよ、僕はありとあらゆることを知っていますよって思ってると思いますよ、口にしないだけです。で、それで口を開けたらね、知らないとかって言ってるんですけど、もう意味がわ,わからないですからね、でもこれっていうのはもう出る、えー、答えっていうのは一つなんですよ、もしも福田達夫が何にも知らないんであれば、えー、そういった無知な人間、えー、すぐ政治家をもうやめてもらいたいです、全く持ってる無知で、政治家として意味が分かりません。である は先ほど僕は憶測しましたが、えー、全部知ってるよということで、知ってて隠してるということであれば、これ、より悪質ですので、えー、この観点からも政治家としてすぐにこれ、やめてもらいたい、だから、あの日本国民がこういうことをあのもうちょっとね、まあ、思うっていうか、えーまあまあ、な何ていうか、話題にするっていう、そういう大きなこれ、問題なんですよ。で自民党っていうものがですね、いかにおかしいかっていうことが分かる、最近分、えー、かってますが、えー、そういったこれ、内容なんですね、世界でカルトとされているトーマル教会と親しい、まあ、ズブズブの関係であるね。 うん、っていうこととか、まあ、自民党の議員個人単位で、えー、東丸教会とべったりしている、あ,あるいはですねその、えー、外国の,あのカルトと、まあ、親しくなっていてね、ね売国の限りを尽くしているって、これっていうのは日本にとって、まあ、昔からなんでしょうけど、戦後からなんですけど、これ、大きな問題で、それが今ね、えー、ちょっとこうクローズアップされてるんで、えーまあ、皆さんも思われるところがあると思いますので、まあ、僕の、あのー、解釈をお伝ええー、してみました。 自民党のこの福田達夫という人は、ですね、えー、まあなんていうのかな、会,計会ってあテレビというかメディアでですね、えー、正直に言って、僕はもんなもんなも問題なのかよくわかんないです、嘘ですよ、全部わかってますよ、うん、全部わかってるだろうし、もし何もわかってないんだったらもう即刻にもう議員を辞めてもらいたい、皆さんもそう思うと思いますけども、も意味がわかりません。<laughs> デタラメがもうまかり通りすぎてしまってるんで、えー、これっていうのはまあ大きな問題だなと思うということで、えー、今回はお伝えしてみました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。失礼いたします。